はい、どうも年貢シューターと申します。呂布サイコロの旅続きをやってまいりましょう。現在関中におります。いや、前回もひどいサイコロの旅でしたね。さあ、今回はどんなひどいサイコロの旅となるのでしょうか。準備でき次第ですね、行ってまいりたいと思います。吉報です。お、クコドンロ成功、ロー家独立、円が独立だ。うわー、荒らすな。呂布勢が中華を荒らしまくる。いや、よくよく見たら どんなもんすか。もう荒らしまくってますよ、中華を。いや、牧羊から始まって、こうナルト状にですね、渦巻き状にこう進みまして、南海まで行ってますからね。南はね、サイコロにね振り回されて長江下りで、そこから高架こう来てね、今漢中ですけど、すごいな。クコドンロ何回成功したかな。3回はここ最近でありますけど、3回だけか。これ曹操鼻を明かしましたね、ついに。久々の曹操軍なんですが、この素晴らしいアトラクション、堀と陶石台のコラボレーション、徐行がですね、奉仕で来てしまいました。これはお堀にザブ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 入るんでしょうね。ここは伊水ですよね、確かね。伊水、あといけませんね。こっちから曹操が来ちゃいました。これは忙しい。お、罵声が入りましたね。これはどうだ、微妙な数字になってまいりましたね。そしてこちらは陶石台を作り直している。砦よりやっぱり陶石台だというところでございますが、曹操もう来てしまっている。3800、微妙な数字。今回は入られてしまうのか。徐行はなんとかいけるかな。うん、届いてますね、陶石台。ただもう一歩進まれるともう陶石台が届かないぞ。これは危ない。ここはどうだろう、陶石台が2歩ですね。おそらく港まで行くんじゃないかな、これ。3歩ぐらいは陶石台浴びるんで、まだ余裕がある。で、一歩進めばここの陶石台も当たるか。陶石台から逃げられない。うん、どうだ、左右見ておりますが、お、徐行はやりましたね、やりました。撤退か。お、撃破でございます。よしよしよし。曹操がやばいな、曹操やばい。あー、やばいな。しかもなんか食らいましたね。で、曹節が逃げた。急ぎ向かいましょう。あー、ダメだ。ん？で、なんか滅んだぞ。何か滅んだんだ、格夫軍あの、雲南のね。お、ジョバク行ってしまったか。捕まるけども、これはもう投石で、おそらく。お、格勇士がなんか来たっつってたね。あららら、らぶっ壊してくれたな。なんてことすんだ。あ、そして今度は女性か。ほんと、お、これは包囲戦略。ここはですね、もう老家がね、今曹操に攻められそうになったんで、僕守ってあげました。ええ、いや、嘘だと思うでしょ。嘘じゃない、嘘じゃない、嘘でない、嘘でないって。ヤーレンソーレン北海道って知ってます？パオパオチャンネルで言ったの。ほら来てるでしょ、送信コーラン。これ円を攻めるっていうから、僕は守ってあげたの。これ投石台とほら作ってるでしょ。さて、攻めてまいりましたね。これはこの兵でいけるのか。うん、投石を作ってるが間に合わない。そして宝徳が突っ込んでいく。この2人相手に宝徳ちょっと辛いですね。一応山には陣取っているんで能力は高いですが、コーラン送信は辛い。宿友をコーランにぶつけてみますか。あとはこの2人で頑張って投石を作ろう頑張れ雨金繁昌。お、これ牧羊のところにテイクが攻め込んできたけども、陳武が相手だ。これ飛ぶぞ。武力87、陳武対テイクは49、49ers。飛ぶか、結果は見えてるぞ。飛んだ、行ったか。
行ったか？テイク行ったか？ああ、行かないか。行ってもよかったね。チームの武力上がる。お、チーム統率も上がった。これ撃破したのかな？投石できたぞ。そして、白馬鉄器炸裂していく。なぜか後ろだけ。そっか、これ範囲攻撃じゃないのか。ああ、また連合かよ。連合だらけや、もう。孫作を殺したのにまた連合組まれた。よし、コーランを囲め。このままじゃ投石台がぶっ壊される。投石台の心配しかしてない。時を来た。ただそれだけだ。サイコロの時が参りました。出目の発表をいたします。まずは1番2番陳龍。曹操と周囲を決しようではございませんか。曹操を倒さなければ私たちこのシリーズ終われない。そうです、私が変な、違う、そうです、今回がこのシリーズ最終回となっております。すでに私たちは中華全土を荒らしました。荒らして荒らして荒らしまくりました。優秀の美にふさわしい1番2番陳龍でございます。はい、次3番4番勝敗。因縁の劉備と決着をつけようではございませんか。ここの間かなり長いですね。めちゃめちゃ長いです。1234年またぎです。これはつらい。しかしこの距離を踏破してこそ優秀の美にふさわしいと私は思います。待ってろよ、劉備関羽張飛という具合。そして5番6番ドルル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 コロー関東ね、この陳龍の間を通ります。バカです、はい。一言言ってバカです。これはすごいな。1,2,3,4,5 5都市の間を通ります。そしてまだここは戦っておりますからね。私たちはね、そんなのね、待ってられない。もう準備ができたから。ではサイコロ振ってまいります。では最後のサイコロ振り回ります。もうサイコロは回っております。あとは止めるだけ。何が出るかな、何が出るかな、それはサイコロ任せよ。一番そうそうか、いや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 、そうそうか。いや、戦力的にはね、一番強いとこでしたね。いやいや、今戦ってるしね。いや、届くまでに結構兵力溜まりますからね、そうそうね。わかりました、早速行きましょう。それでは最後のスタメンメンバー、呂布、高順、長領、高生、義族、義越、清廉、朝鮮元始ですね。初期面で行きます。もうね、勤続25年とかですよ。まだまだね、初期面入りきれてない、全員ね出しますね。後発でまっすぐ行くのがなかなか難しいルート。よし、出ます。そして後発まだ出せますね。ところ変わって武漢前ですね。これ激戦となっております。おっと、一騎打ち、宿友対コーラン。これどうなんだ、宿友そんなに武力高くないと思いましたけどね。80、あ、高いじゃねえか。85と82、全然高いわ。さあ、熱くさせてちょうだい。熱くさせてちょうだい、いやらしいね、このドスケベカブト、この野郎。スケベなカブトかぶりやがって、この野郎。ここそこそこ、ここ、ああやられてる。槍が硬い、槍が硬いわ。お、どうなんだい、どうな、あー、負けた、負けたわ。槍が硬かったね。何言ってんだかよくわかんないけど。お、足止めかけて。でも足止めでどうにかなるとは思わないが。おおお、あ、でなんかもう一人出てきたぞ。なんだあれ、陳軍か。あれ、いや陳軍じゃないな。おお、なんだこれ、え、炎章が独立、バカ野郎
私本庄様についていくわ。こんな最終回にこんなねわけわかんないことが起こるなんて思いもよらなかったぞ。そして天水ピョロロロじゃねえ、大規模になってんじゃねえ。おいつの間にかコーランを倒しましたね。また投石台か、あいつは偉いな。投石台は吉報です。二個教職曹操巨著感仕掛けてみました。お戦車やめろ、戦車、あ痛い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 。いや戦車かけたの、かけたっぽいな。そうでもない。おっと倒したけども、宿友の計略だ。火人乱乱心、うん、読めねえ。ご湖畔、湖畔倒した、捕まえた。あー投石が強いな。送信撃破、捕まえた、やったぞ。よし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 、さすがの送信も燃やされてしまえば元も子もない、元も子もない。うん、何ですかこれは、大名行列ですかこれは。すごいな、初期面こんなにいるんだ。しかしまともな兵器1台も持ってきてないけど、これだけいれば兵器なしでも落とせる説。ようやく城陽のあたり呂布さん過ぎましたね。ひどい行列ですねこれ一番後ろは漢中のところでずっと順番待ちしてましたからね。もうひどいわこれ。うわーすごい大群だな、初期メンバーこんなにいたんだ。こう見ると長打が早いですね。長打が3人先行してますね。やっぱ山を抜けてくると全然違いますね。呂布さんは今5番手でしょうか、うん、6番手になりましたね。あらら陳竜からいけませんね、真田丸に引っかかってますよ。真田丸、あでも投石ぶっ壊してる、やべえ全然見てなかった、投石ぶっ壊されてる。最後の最後で真田丸これ突破されるか、それは陳竜からも出るわ。あらららら、やばいやばい。あそれでも投石が強い、壊滅してしまうが、あらら捕まってしまうが、すぐに士官を撃破だ。そんなこんなん言うてる間に呂布さんやっぱりトップですね今、まあ、やっぱりトップでこれ陳竜入りますね。采配呂布長領陳宮に合わせたけど、陳宮全然間に合わないなこれ。陳竜に急いで奉仕、誰ですかあれ戻ってますけど、楊州ですね、全然間に合ってないですねこれ。陳宮全然間に合わないから誰にしようかな。長領長領か、うーんそこ長陽か、でも長陽違わないかそれ、長陽違うか。でもおかんが言うには長陽や言うとったぜ、言うとったぜってなんだ。やっぱ長陽か、それは長陽やで。30日かかりますね、それまで長陽が持つかどうか。皇族は皇族すっげえ後ろだなおい、なんだこれ。1ターン1ターン、いやいやいや1ターンじゃないよ、同じターンで出してるはず。すっげえな、順番待ちであんだけ違うんだ。うん長領陣を壊して統率が上がってる、どうしようかな呂布さん、もうちょっと待とうか。長領と義悦は親愛かかったかな、微妙なんですよね。清廉と義悦は親愛だけど、この二人同士は微妙だな。長領だけ待ちます、長領入った、次ターン、よしここでかますか。連動これ溜まってるんで4000は行くでしょうね。あ、行かねえわ。2700しか行かねえわ。中が硬いのかな。そんなんあるかな。さあ、ただいま3部隊城に取り付いております。すごいなこれ。みんな回り込むのに時間がかかっておりますね。ちょうど長領が入ったとこかなこれ。入りましたね長領。これも長領も連動っていうところですね。でも義悦が行きそう、さすがにここで平地で長打きついですね。肉壁にしかなってない。さあ長領連動、いやここ挑発にしようかな。挑発をあえて受けるか、危ないかそれ。いや挑発行ってみましょう。うん呂布連動入りましたね、ただちょっと親愛が遠いな。超泉君と一緒に2発頼むよ、超泉君頼むよたまには。おおいった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 、でも1500だ、陳竜硬いな。お、耐久半分、そして今斜面囲みですね。
おっといけない、平坦が切れた平坦が切れたぞ。いけない、これはいけない。次のターンでなんとかつながると思いますけど、全員に平坦切れてる。これ最後の最後にやってくれた。しまったしまった、ここだけはつなげておきな、おかなければいけなかった。いやー、平坦の大事さを最後の最後でね知りましたね。でまだ挑発が効いてるのか。長領だけは食らい続け、ああ挑発が終わりましたね。しかし漢陣営始まった。ドカーン、いや向きになって平坦すっ飛ばすとは。さあこれは、おっと耐久で落ちましたね。最後耐久で落ちた。奉仕やっぱり波状上がったせいですかね。敵将捕らえましたね、すごい数捕らえました。いや最後の最後ぐらいね誰か来るでしょう。なかなかのメンツですね。天意加えますね。お願いします。え、ゼロ、これゼロかな、ゼロですね。はい、最後だから解放しましょう。さあこれにて、これにてサイコロの旅ね、最後あ、なんで何やってんだ、これ何が始まってる。最後めちゃめちゃグダグダで申し訳ございませんが、初期メンバーによる踏破が、何ですかこれは。俺のもの、人が喋ってる途中でしょうかこれ。しまらないね、しまらないわ、このシリーズしまらないわ本当。今感動で終わるとこじゃないですかね。というところですね、このシリーズ終了となりますね。やはりですね、これ平坦が大事、そして建築が大事、物資が大事ですね。物資、そうですね、物資と人数さえなんとかなれば、ある程度ね武将の質が悪くてもなんとかなるということですね。建築を頑張ったり、まあ、時間をかければ相手は弱まるということが分かりましたね。僕自身ねすごく楽しめたし、ゲームの理解度がかなり深まりましたね。段違いでございます、前のシリーズとは。この三国志4っていうのはですね、9月までアップデートとありますんでね、楽しんでいこうと思います。そして次回のシリーズですね、何をしようかとは思ってるんですけども、龍禅にちょっとつ豪傑をつけて一騎打ち勝てるのかシリーズをやってみたいと思いますね。有料 DLC で武将編集ができましてね、わざわざちょっとつと豪傑をつけてですね、難易度上げていくという、さらに龍禅を最前線に出し続けて成長させて、まあ一騎打ち勝つには武力上げなきゃいけないんですけども、意外とですね武力を上げるのが一番難しいかもしれない。でもしかしたらサイコロも振るかもしれないという感じで楽しんでやっていこうと思います。次回もよろしくお願いいたします。このシリーズありがとうございました。